会場の皆様、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。お時間となりました。ただいまより北海道北東北の縄文遺跡群世界遺産登録記念講演会世界遺産への道をたどる夕べを開会いたします。私は本日の司会進行役を務めさせていただきます FM イルカパーソナリティの佐々木ゆかりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは講演会の開催にあたり主催者を代表いたしまして函館市教育長の辻俊之からご挨拶を申し上げます。皆様改めまして、お晩でございます。10月9日、この日は土偶の日とされていますけれども、この日にスタートした縄文ウィーク in 函館、このイベントはいくつかの組織と機関が連携をして取り組んでいるものでありまして、本日この講演会は私ども函館市教育委員会が音頭取りをしているものでございます。私たちの町函館の大船遺跡と柿の島遺跡を含む北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録をされて約3ヶ月が経ちました。この間ご承知のとおり制約のある生活の中ではありますけれども着実に見学に来ていただく方が増加するなど早速その効果が現れてきているところです。しかしながら登録への道のりは長くそして険しいものでした。ですからとてもたくさんの人にお世話になりました。私たちは登録が決定する7月27日には関わっていただいた方たくさんおいでいただいてお礼を申し上げたり喜びを分かち合ったりしたいと思っていましたけれどもなかなか情勢が許さないということでございましてそれぞれの場所でそれぞれの方々が喜びを少しずつ分かち合ったのではないかなというふうに考えていたところです。こうしたことからも本日のこうした機会を使いながら改めて関わっていただいた皆様方にお礼を申し上げたりまた登録の喜びを改めてかみしめたりさらには今後の保存や活用について認識を新たにする必要があるんだろうなというふうに考えているところです。そうした中本日は世界遺産登録に大変なご尽力をいただいた菊池先生と鈴木調査官においでをいただくことができました。誠にありがとうございます。今日は大変貴重なお話をお聞きすることができると考えています。また私どもの職員がまとめました登録までの経緯についても皆様方に改めてご理解いただければなというふうに思っております。結びになりますが本日のこの会場ですが旧函館区公会堂でございます。こちらは約2年半に及ぶ改築工事が終わりこの4月にリニューアルオープンしたばかりでございます。どうぞ皆様方におかれましてはこのあと約2時間余り明治の空気漂う中でさらに大昔である縄文の息吹も感じながら一緒に縄文について勉強していただければなというふうに考えております。改めまして本日はよろしくお願いいたします。主催者代表のご挨拶でございました。続きまして本日の講演会開催にあたりまして北海道知事鈴木直道様からビデオメッセージが届いております。どうぞ皆様ステージ上のスクリーンにご注目ください。
海道知事の鈴木直道です。北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産に登録されたことを記念をして、講演会世界遺産への道をたどる夕べが開催されますことを心からお喜びを申し上げます。本日ご講演をいただきます菊池先生、鈴木調査官には本土初となる世界文化遺産登録に多大なるお力添えをいただきました。心から感謝を申し上げます。函館市の皆さん、悲願の世界文化遺産登録に向けてこれまで大変なご尽力をいただきました。そのことに対して改めて深く感謝と敬意を申し上げます。また本日の講演会の開催に向けてご準備をされましたこと、このことも心から敬意と感謝を申し上げます。振り返りますと、私が知事に就任して間もない、もう早いもんで一昨年の6月になりますけれども、南海部地区にあります縄文文化交流センターや柿の島遺跡、そして大船遺跡を訪れた際に、地域の皆様に本当に歓迎いただきまして、そして縄文に対する熱意に直接触れさせていただいて、何としても世界文化遺産登録、これを一日も早く実現をしたいということで、知事として思いを強く強く持ったことを昨日のことのように思い出しています。そして今年の7月27日、工藤市長をはじめとして関係の皆様と共に世界文化遺産登録、この喜びを分かち合えたこと、このことに本当に感無量であります。新型コロナウイルスの感染が拡大して、何かと厳しい話題、そういうものが多かった中で、道民の皆様にとってこの世界文化遺産登録、とっても明るい話題となりました。自然と共生をしながら1万年以上も続いた縄文文化、持続可能な地域社会の実現を目指す今の私たちにとっても学ぶべき貴重な示唆が多くあります。未来に継承すべき大切な宝です。道としては縄文が地域の誇りとなり、北海道の新しい活力につながるように、皆さんと一丸となって取り組んでいきたいと考えてますので、皆さんにはこれからも一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。結びになりますけれども、本講演会のご盛会、そしてご参加の皆様のご健勝、心からお祈り申し上げて、私からのメッセージとさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。北海道知事鈴木直道様からのビデオメッセージご覧いただきました。それではこれより講演に移らせていただきます。この後お二人の講師の方に講演をしていただきますが、講師の方の詳しいプロフィール、皆様お手元の封筒の中のプログラムの方に記載がございます。また封筒の中には本日の講演の資料レジュメも入っておりますので、どうぞご覧いただきながら講演をお聞きいただければと思います。それでは本日最初の講演でございます。函館の縄文が世界遺産になった、北海道北東北の縄文遺跡群の価値と意義と題してお話しいただきます。講師をご紹介いたします。講師は早稲田大学名誉教授の菊池哲夫様です。菊池様は函館のご出身でいらっしゃいます。世界遺産登録を進めるために設置いたしました縄文遺跡群世界遺産登録専門家委員会の委員長として、また大船遺跡や柿の島遺跡の検討委員会の委員長として多くの指導助言をいただいております。それでは菊池様お願いいたします。
皆さん、こんにちは。こんばんはですかね。マスクを外してもいいということですので、外させていただきます。このところ、やっぱりコロナの間、僕たち話をするのでも、必ずこういうついたての陰で、マスクをして話をしておりましたけれども、今日は、これだけ離れてますしね、感染者も激減したようですから、特別なお許しだと思います。話す方としても本当にマスクがあるとないとでは大違いになりまして、今日はマスクなしでお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず何からお話ししましょうか。今日何年かぶりかで、私このいい天気の中を柿の島遺跡、大船遺跡にご案内をいただきまして、変わりましたね。大船はまあそう変わったというわけではありませんけど、柿の島は整備される前の姿しか私知りませんでしたので、コロナというのは大きな罪を作ってくれたと思います。しかしこの間、皆さんのご努力であんな立派な整備ができたということで、今日の天気とともに感激をいたしました。後でも申し上げようと思いましたけれど、あんな素晴らしい海を背景にして世界遺産の縄文遺跡を見るというのは、17遺跡ある中でもまあここが一番じゃないでしょうか。そういう意味で海に生きた縄文人たちの姿を知るという上で、子どもたちの教育のためにも今日もたくさんいました。観光バスとか車はですね、駐車場全部に停まっていまして、すごいね、感激いたしました。大船遺跡、柿の島遺跡、世界の宝になったわけです。人類の歴史の中に組み込まれたと言ってもいいかもしれません。皆さんご存知の世界遺産というと、ピラミッドとか万里の長城とか、モン・サン・ミシェルとか、ストーンヘンジとか言いますけど、あれとまあ同格の宝になったわけですよね。しかし喜んでばかりもいられないわけでありまして、ピラミッドを保つ、万里の長城を保っていくと同じような苦労、これからの大変さというのが忍ばれるわけ、そのあたりも地元の方々には酷かもしれませんけど、そんなおめでたい席で、覚悟をしていただくというふうな気持ちも少し交えてお話をいたします。さあ、配置料を見ていただきますと、かなり介護のものになってしまいました。こんなものを全部お話ししている 40分か、そこまで、とてもとても間に合いません。一生懸命書きました。ですからどうか後でゆっくりお読みいただければそれでいいと思います。私も話があっち行ったりこっち行ったりする癖がありますので、どこまでここに書いたものが、についてお話完全にできるか分かりませんので、どうか途中で終わったとしても、時間が来たとしても、後で読んでください。皆さんがお読みになれてお分かりいただけるようになるべく優しく書いたつもりです。さあ、そんな前置きはさておき、お話を始めたいと思います。1ページ目、2ページ目、3ページ目、ここまでのことがこの期間の中でおおむねお話しできればいいな。その世の4ページ以降のことは大変難しいこともありますし、後でお読みください。そのようにお願いをしておきます。まず1ページ目、ですね。はじめにというところから参りましょう。私はこの後お話になる鈴木調査官のように画像を巧みに処理しながら、お見せしながらお話をするっていうようなことは、年寄りのせいか増えていたので、むしろ話一本ね、参らせていただきたいと思います。
はじめにのところに書いてきましたように、本年5月26日に、イコモスから世界遺産リストに記載が適当だという大変嬉しい勧告がありましたね。それもほとんど何の条件もつかないような嬉しい満額回答ってよく僕たち言ってましたけど、そんな感じの勧告でありました。で、予定通りその後ユネスコの世界遺産委員会において正式に世界文化遺産リストに記載が決定され、中国で行われたわけですが、コロナの真っ最中でしたので、委員会は中国の福州市において開催されたわけですけれども、本来だったら、各国から関係者が集まってそこで決めるわけですけれども、オンライン開催ということになりました。私どもも日本にいてオンラインで様子を見ておりました。いろんな質疑はありませんかとかいうので、最後に議長が小槌をコンコンとやって成立が決まった時には、本当に東京ですけれども、私は東京でしたけれども、テレビの前で万歳をしたようなことでございました。今回はですね、そこにも書いておきましたように、コロナで順延されていた去年の分と合わせて2年分の審査が同時に行われたわけですね。で、日本から文化遺産北海道北東北の縄文遺跡分と、それから昨年分であった自然遺産奄美大島徳之島沖縄東北部および西表島の自然遺産、この2つが同時に審議されて、2つとも登録がされたわけです。で、このように今回は偶然ですけれども、コロナ禍という人類にとって大変なこのパンデミックの中で、しかも日本列島南部の自然遺産ですよね、と同時にこの縄文の遺跡群が、北日本の縄文遺跡群が登録になった、世界遺産になったということは偶然ではありますでしょうけれども、私にとっては大変、どう言ったらいいでしょうか、意義深い、意義のあることだというふうに思えてなりませんでした。で、このことは後にも少し、お話ししようと思います。まあ、そもそもこの縄文遺跡群を世界遺産にしようという非常に壮大な企てはやはり1994年平成6年三内丸山遺跡の保存決定、国による遺跡の決定、それに始まると言ってよろしいんじゃないでしょうか。その後直後、早速地元の行政、市民有志のさまざまな運動がこの地域で起こりまして、1997年から、同青森県、岩手県、秋田県の関係知事がサミットを開くというふうなことがなされて、それからフォーラムなんかもしきりに持たれるようになりましたね。そういう地道な活動というものがやがて2000年には早くも国の特別遺跡に、三内丸山遺跡が指定された、機運がそこで非常に盛り上がった、そういうことを記憶しております。そして、今日に至ったわけです。したがって数えてみますと、実に25年四半世紀に及ぶんですよ、この、北日本の縄文遺跡を世界遺産にしようという動きが始まってから25年です。そんな長い間、多くの懸命で地道な皆さんの努力の結果、成果が今日報われた、こういう形になっていることを私は思い起こすと本当に感銘深いものがあります。これまでそのような努力を続けられて苦労された方々、とりわけ一同三県というんでしょうか、四
同権というんでしょうか、この関係者の安堵と喜びはいかがばかりいったというふうに、思われてなりません。改めてこの今日のお話の最初に、尽力された専門家研究者文化庁とりわけ文化財調査官鈴木さん、今日お見えになってますけれども、それから側面から支援された、縁の下の力持ちとなってくださった多くの方々にも改めて敬意を表し、共に今日お喜びを、改めてこの場でお喜びを申し上げたいというふうに思っております。初めの2のところが、そんなところでありまして、いよいよ本題に時間が限られていますから入らなければいけませんので、1ページ目の下の方です。1、函館と縄文と私と書いてある。なんで私がここでこんな晴れがましい舞台にお招きいただいて話をさせていただくことになったのかということですが、一つは専門家委員会の委員長をずっと務めさせていただいたということの他に、特に函館でこういう会をするということの嬉しさ、私は函館出身、さっきご紹介がありました弁天町で生まれました。小学校は英小学校で、愛宕中学校もなくなりましたね。そんなのでこの公会堂、ここも本当に小さい頃は電車通りから見上げて、ああいい建物だなと思っておりました。そのこんな広い会場で多くの方々を前にお話をさせていただく、私個人ですけれども、個人としても大変名誉だというふうに思っております。私がなぜ函館出身の私が東京へ出て、考古学というふうなものをやるようになったのかについては、もうここでは今日はお話をいたしません。かつて函館山の頂上にある会場でシンポジウムがあって、その時に詳しくお話をさせていただいたことがありますので、今日は完了していただきます。ごめんなさい。でそこに函館との縄文と私というところに、君の故郷に弥生はあるかと書いておりました、置きました。これは全く私的なことでありまして、私が大学1年生の時に、考古学の授業を取った時にですね、夏休みのレポートが出まして、君の故郷に弥生はあるか、それを調べてきなさいというレポートでした。で、函館ですから、当然函館市の博物館に行って、函館の弥生文化について調べさせてください。君ね、函館に弥生はないんだよというふうに言われました。で雷に打たれたように、驚きと興味が湧きましたね。自分の生まれたところですね、トロ遺跡のような弥生文化というのはないんだ。じゃあその時代どうだったの、皆さんご存知でしょう、俗縄文文化という文化があったというようなこともその頃知りました。詳しくはお話しいたしません。そんなわけで、それがきっかけで私は北の方の北日本の縄文文化や俗縄文文化や、あるいはその後の薩摩文化とかオホーツク文化とかアイヌの文化とかいうものに関心と興味を持って研究を続けてきたわけです。そんなおそらく関係でこの縄文を世界遺産にするという作業でも使っていただいたんだろうなというふうに思っています。2に行きましょう。縄文文化の特質と世界遺産としての価値、下の方に墨塗りで2としてあるところです。でここもおそらく皆さんご関心がおありになって、わざわざこんな夜遅くに話を聞きに来てくださるような方ですから、縄文のことについてはご存知だと思います。要点だけお話しさせてください。日本史教科書を開くと縄文時代っていう部分がありますね。旧石器時代、縄文時代、そして弥生時代、本州だとね、北海道だと俗縄文文化っていうのがある。
そういうふうな並びで書いてあります。で、世界史の教科書を見ると縄文文化というのはありませんね。新石器時代と書いてあります。で、まあ、肝心なことはこの縄文時代、日本でいう日本史の中の縄文文化、縄文時代と世界史の教科書の中にある新石器時代と同じなのか違うのか、順序としては同じ位置にあるわけです。そこがこの世界遺産の縄文遺跡を世界遺産にする作業の上で一つの大きな問題になったところです。何が問題なのかといいますと、皆さんもご存知の通り、縄文文化っていうのは農耕牧畜はやらないで獣を取ったり魚を取ったり山菜類を取ったり栗を取ったり漆を育てたり、そういう生活で1万年もの長い間定住村落、定住の村を作って生きていたわけですよね。西洋人にはそれがわからないんです。そんなバカなことがあるか。人間が何千年もの間一つの箇所に一つのところに村を築いてそこにずっと定住しているっていうことは、農耕をやるからだ、牧畜をやるからだ、そういう観念が世界史のを作り上げた西洋の人たちにはあるんです。で、そこのところをまず我々はこの世界遺産にお願い登録をしたいというときに世界に向かって発信したところです。パリに行って、向こうの人たちにこの縄文文化の話をしたときにも猛烈な批判に遭いました。最初は何、魚を取ったり獣を取ったり木の実を取ったりしながら1万年もの間一つの村に定住した、一つの村って言うと大げさですけどね、定住集落を作って契機していた、そんなことはありえない、世界史の教科書を見ろって言うんですよ彼らは。人間がもう狩猟漁労をやめて牧畜、羊を飼ったり豚を飼ったり牛を飼ったり、そして小麦を育てたり農業でね、そういうことをやるから定住的な村っていうのができたんだ、それを君たちは知らないのか、そこを最初は言われたんですよ。で、それに対して、我々も大反論をしました。国学院の小林達夫さん先生などは、そういう質問にあって大変怒られた記憶も僕持っています。しかしだん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 我々はこの縄文遺跡のことについて順々とその内容を、世界の人たちに、伝えて説得をしていって、向こうの人たちも分かってきました。つまり、ああ世界というのは広いんだな、何もヨーロッパやユーラシア大陸の西のように農耕牧畜をやったから初めて定住の村ができるっていうんじゃないんだな、極東の日本という島には農耕牧畜をやる前に狩猟漁労採集、そういう生活手段でサステイナブルなって今の流行りの言葉で言うと持続可能な村ができていたんだな、そしてだん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 歴史発展させていくという、そういうタイプもあったんだなということを分かってくれるようになりました。それが一つ、この、まあ、裏話の一つになるんでしょうか、縄文遺跡群を世界遺産にする時の西洋の人たちに対する説得の難しさでありました。まあ、そして、やがて、それも説得しつつ、まあ、いわばそこにも書いておきましたけど西洋中心の世界史に対する異議申し立てっていうんでしょうかね、大げさに言うとそういうこともしたつもりです。それを彼らも認めてくれたから今回、ユネスコで
ほとんど満場一致の形で縄文を世界遺産にしてくれたんだろうというふうに思います。さあ、その次のページに目をやっていただけますでしょうか。4、戦争のなかった縄文社会、これも、我々世界に対してアピールしたところです。縄文時代っていうのはどうも人間の殺傷に使うような武器武具というふうなものは掘っても出ない。皆さんも博物館の中でごあまりご覧になったことはないと思います。それからもう一つ、この後の弥生時代なんかだと頭蓋骨に矢が刺さったまま出てくるとかですね、首をちょぎられた人骨が出てくるとかっていうことが西の方では九州なんかでありますけど、縄文ではまずありませんよね。そんなわけで、私のたちの、まあ、西洋の人たちに対してのアピールポイントの一つは、縄文社会っていうのは1万年もの間定住的な村落でいわば平和的な暮らしをしていたんだ、戦争はなかったということ、これが一つのポイントでありました。まあ、で5ではその上から2行目ですね、縄文時代の終わりと弥生、これも簡単にしておきましょう。縄文時代が次第に終わりに近づいていくと晩期という時代が来ますけれども、この晩期の頃になると非常にこう社会も変動していくような怪しい空気が、なぜかっていうと西の方にはそろそろ日本列島の西の方には大陸から弥生文化、米作りをする弥生の人たちが渡ってくる頃だからです。間接的にも縄文社会は少し揺れ動いていくような感じがいたします。そして、なお大切なことは6番に書いておきましたが、列島の基礎文化としての縄文、つまり我々今度世界遺産に登録できた縄文遺跡っていうのは北日本の、今度は舞台が北日本ですけれども、縄文文化っていうのは日本列島の中の基礎になる母体になる文化だということ、それがいよいよはっきりしてきた言えるんじゃないでしょうか。でその上に後に米作りをする鉄器や青銅器を持つ弥生の人たちが覆いかぶさるように本州の西の方から広がってくる、こういう順序だと思います。そしてですから今の現代の我々、まあ日本人っていう言い方はとっても難しいんです。日本国民ではありませんよ、日本列島で生活している人間とでも言ったらいいでしょうか。日本人の、いわゆる日本人の、現代の日本人を作り上げているのは文化的にも DNA 的にもこの縄文社会のものが一番基礎にあって、もちろんその前に旧石器文化があるんですよ。旧石器文化があって縄文文化があって、その上に大陸からの弥生文化が重なって古墳文化が作られて、奈良平安中世そして近世江戸時代現代まで続く。僕学生たちによく言うのは、歴史というのは一続きだ、現在の我々がポツンとあるわけじゃない、ずっとたどっていくと必ず日本列島だと縄文文化や旧石器文化につながっていくんだということを言いますけれども、そんなふうなことを縄文文化のポイントとしてはアピールをしていいことだろうというふうに思います。さあ、それから時間を見ながらやらないと僕は危ないですからね。7時50分ですか。3、縄文が世界遺産となるまで縄文文化のイメージというのは何もヨーロッパの人たちだけが何かこう偏見を持ってたわけじゃないんです。日本国内にもありました。
縄文文化というのは非常に野蛮で、狩猟民、漁労民というのは農耕民から見ると野蛮な感じがする、殺戮をするから。でも本当はそうじゃない。縄文文化のイメージ、未開野蛮な狩猟漁労の民、こういう観念が日本国内にもありました。今はだんだん薄れてきましたけど、で、そういうふうな縄文文化を世界遺産にするということについて の難しさ、困難さというのが今の若い人たちはあまり感じないかもしれませんけれども、それはなくはありませんでしたね。それからもう一つの難しさは、縄文文化というのが皆さんよくご存知の大船を見ても、柿の島を見てもお分かりのように地下遺構ですよね。掘らないと出てこないというような文化です。これは同じ世界遺産でもピラミッドとか法隆寺とか、どっかのお城とかいうのとは違いますよね。土の中を掘らないと出てこない、そういうものを初めて世界遺産にする、先史時代なんですよ。先史時代の地下遺産を世界遺産にしてもらうということも大変困難性が伴いました。文字資料がないということです。同じ世界遺産でも広島の原爆ドームにしても奈良の文化財にしても文字資料が伴いますよね。それに対して縄文文化というのは文字で書かれたものが一切ない、すべては考古学的に土で掘り出されたものを資料とする、そんなことも難しいことがありました。それから、そんなことを克服しながら世界遺産で求められる OUV、 つまり顕著で普遍的な価値はあるのかという鋭い問いに答えなければいけなかったということです。西洋の世界遺産というのはだいたい石とレンガで作られたガガとしたものですよね。誰が見てもすごいな、これは世界遺産。しかしそれと比べると我々の縄文遺跡というのは穴ぼこだらけ。一体これが本当だったの、復元をしてもこれは本当の復元なのという問いが常について回りました。それも皆さんの努力のおかげで克服して今回登録ということになったわけです。難しかったことを挙げるともうキリがありません。今4の日本の埋蔵文化財を世界遺産にするということというところですが、それをずっとそこは1、2、3、なぜこの地域なの、そう、これも難しい問題でしたね。縄文文化を世界遺産にするっていうなら北海道から沖縄まであるじゃないか、それをどうして一括してしないの。これは行政の方々だったらその難しさはよくわかると思います。よくそういう質問も一般の方からは受けました。そんな問題も克服しながら今回ここまで来たわけです。なぜこの地域か、やっぱりこの地域というのは縄文文化の核心、中核の地ですよ。北海道の南部から東北北部というのはね。で、17遺跡全部が国の指定史跡です。17遺跡全部です。それからそのうち2件、三内丸山と大湯環状列石ですか、これは特別史跡です。でこの地域のこの縄文遺跡をそのように指定史跡にしたり特別史跡にしたりしていたという地元の方々と国文化庁のタイアップ連携、これが大変やはり大きな力になったんだろうなと思います。なぜこの地域なのと言われた時にはそれが非常に大きな僕は意味を持ってるんだろうと思います。それから4番、さて今後の課題は、これは
私がいちいち申し上げるまでもないことで、地元の皆さんがお考えくださるべきことだと思います。観光と破壊という問題がよく簡単に言えば出てきます。観光で今、まあ、コロナでが収まって少し観光が戻ってくるとリバウンドが、また観光客がおそらく増えてきますよね。とってもいいことです。ほら、財政的にも何しもとにかく嬉しいことですよ。だって僕たちが命を懸けるように守ってきた遺跡をみんなが喜んで見てくれるんですもん。それに越したことはない。しかし AI もするとそれをうまくコントロールしないと破壊というようなことにもなってきます。でこれはいよいよそれがもし激しくなってもともとの登録した時の価値がないほどまでに破壊されるということになるとユネスコとしては取り消すこともあるわけです。今度もリバプールの市街が指定取り消されたんじゃないでしょうか。その前にはドイツのドレスデンが取り消されてますよね、そんなこともあるわけです。別に皆さん脅すわけじゃありませんけど、どうか大切にきちっと守ってくださるようにお願いを申し上げます。それから、5番保存と活用、これもいいですね。鈴木さんのお話もありますし、皆さんよくお考えくださっていることだと思います。17番、それもよろしいでしょうか。7番、まとめの上の7番のところに、17遺跡の世界遺産登録万歳だけに終わらせず、ワシの木遺跡、長七八貝塚、これもいずれも国史跡なわけですから、身近な足元にあるすべての文化財に目を向けて、それを大切にするというチャンスにしていただきたい。単にこの場で申し上げるのはふさわしいかどうか分かりませんけれども、よかったよかった万歳万歳でどうか終わらせないでいただきたい。もっと本当にすべての文化財というものについて目を届けていただきたい、大切にしていただきたい、これを申し上げます。まとめのところに入りましょう。あと 5,6 分あるんでしょうか。それも分かりやすく大事なところには河川も引いてありますからお読みください。丸1、河川下の方にありますが、河川1のところです。縄文文化では本格的農耕牧畜なしに採集漁労狩猟によって定住集落を営んで優れた土器文化や精神文化を持ち、土偶思い起こしてください。あれは何か飯食うために使ったんじゃないですよね。何か自分より高いものとか不思議なものとか、まあ今で言うと神っていうんでしょうか、そういうものと関係しそうな感じがしますよね。精神文化っていうふうに僕たち言っちゃってますけれども、そういうものを持って、しかも1万年以上にわたってそれを維持していたこと、これがとっても大切な眼目の一つだと思います。丸2、一番下のところです。そこに生きた縄文人たちが列島の中でもとりわけ生物多様性に富むこの地域の自然環境に適応して、これを大きく改変することなく安定した生活を続けた。ここも重要だと思います。縄文文化を思い起こしていただくときに、どうか現代の我々が今やっている自然破壊、気候変動なんかもそのせいですよね、そういうことをもう一度思い返すときに、反省するときに、縄文社会、縄文時代っていうのを使っていただきたい、実用的な言葉で言うと思い起こしていただきたい、こう思います。その次のページになるんでしょうか。そうですね、
はい、で、に私としてはというところですが、私としては、こういう縄文文化の特質が認められて、世界遺産の顕著で普遍的な価値として承認された以上、実は新石器時代を含むいわばオーソドックスな人類史のプロセスが決して唯一のものじゃなくて、つまり西洋の人たちが世界史というのはこういうものだ、こう発展してきたんだと信じて疑わないような、そういうことが実は危ういのであって、この縄文を見ていただいても分かるように、地球いろんなところの地域によってさまざまなケース、少なくともいくつかの発展のタイプというものが、パターンというものがあったはずだ。極東には極東の、東南アジアには東南アジアの、南米には南米の、ね、極北シベリアに、シベリアのエスキモーの人たちの地域にも独自の歴史のこの進化の仕方があったはずだ。世界史の歩みというのはその初期から必ずしも一色ではなく多様だったということも、特にこれからの子どもたちには学んでほしいなというふうに思ってます。それからその下の方の河川のところですが、もうちょっといいのかな、河川、なぜならというところに河川が引いてありますが、なぜなら新型コロナ禍が人新世における生態系の撹乱と密接に関わることは周知のことだけれども、気候変動、地球温暖化に直面して人類の環境破壊に悩む私たちが過去の歴史、分けても縄文社会に学びうることは決して小さくないのではないだろうか。かといってそこにも書いておいたように、じゃあ縄文文化というのは今のようなこの殺伐とした時代じゃなくてとっても平和で縄文時代に帰ればいいのか、そんなことはないですよ。そんなことを言ってるんじゃないんです。縄文時代大変でしたよ、近代技術もないし、ね、しかし彼らは自然ともっと上手に付き合って生きていたんだろうというふうに思います。そのことを学びたいいうふうに思うわけです。過去の歴史分けても縄文社会に学びうることは決して小さくないのではないか。で、縄文の生活こそ人類と環境との関係の一つの本来的な姿を示唆しているのではないだろうかと僕は思います。で、しかもその下の河川ですけれども、アフターコロナの時代、サステナビリティを求める現代社会の切実な関心から、従来の世界文化遺産のイメージを超えて縄文のような先史時代や狩猟最終民社会などの世界遺産がこれから多くなっていくのではないかなっていう気がしています。で、その意味では、沖縄の自然遺産、あの豊かな自然遺産、日本列島の生物的な多様性の一つの典型ですよね。そういうものと合わせて北の縄文文化というものが世界遺産に登録されたということに大きな僕は意味があるんだろうという気がしています。今回の記載、ユネスコの世界遺産リストへの記載というのが、その意味で我々世界人類にとってもとっても良かったことであると同時に、世界遺産リストそれ自体を充実させることになる。ユネスコに対して何も恩を売りたいというつもりはないんですけれども、おそらく充実させて、かつ新しいこれからの世界遺産の方向を開いていくんじゃないだろうかというふうにさえ思っています。つまり今まではね、もう誰が見てもああ立派な世界遺産というふうな、万里の長城だとかピラミッドだとか、そういうものがもう指定されました。それは立派ですよ、文化財としてとても残さなきゃ、世界遺産として残さなければいけない。しかしこれからはおそらく縄文のように先史時代とか
あるいは狩猟民というふうな、今までややもすれば野蛮未開というふうに考えられた人たちの文化というものが、おそらくもう少し多く世界遺産の中に登録されていくんじゃないだろうか。それがすなわち我々現代人が今抱えている気候変動とか自然破壊をどうするかというふうなこととに一つの示唆を与えるような世界遺産になっていくといいなというふうに私は考えています。はい、以上で大体そこまででお話ししようと思ってましたので、あとはどうか時間の許す限りちらちらとでもお読みいただければありがたいと思います。その下に書いておき、一番下に書いておきましたが、それはともかく我が国初の先史時代の資産、北海道北東北の縄文遺跡群というのは、児童生徒を含む多くの市民をはじめ、皆さんのような多くの市民をはじめ、各自治体、文化庁、研究者が連携協力しながら、革新と継続と忍耐、これを言いたかったんです。革新をしなきゃダメです。こういう運動をするときにはどうかなとか言ってちゃダメ、価値があるぞ、俺は信ずるという確信がなきゃいけないと思います。革新と継続と忍耐を最後まで持ち続けて、息の長い奮闘の末、初めて世界文化遺産への登録を果たしたことをもう一度確認、皆さんと一緒に確認したいと思います。で、そのページの最後のところですけれども、関係されたすべての方々にここで改めて心からの敬意を表しつつ、今日の話を閉じたいと思います。ありがとうございました。表題に私は函館の、函館の縄文が世界遺産になったというふうにしておきました。本当だったら青森だとか岩手だとか秋田の人に怒られるかもしれませんけど、でも今日ここにお見えになっているのは函館の市民が多くいらっしゃるんでしょ。で、僕自身がそうですよ。だから僕自身が小さい時から馴染んできた函館の縄文の遺跡が世界遺産になったということで、こういう函館だけを取り上げたわけではありませんけれども、そういう表題にさせていただきました。函館の皆さん、本当に今日はありがとうございました。菊池様、ありがとうございました。どうぞ皆様、今一度の大きな拍手をお送りいただければと思います。どうもありがとうございます。そしてこの度は本当に貴重な、ね、資料を作りいただきまして、読み応えのある資料でございます。どうぞ皆様お持ち帰りいただきまして、じっくりとお読みいただければと思います。さあ、それではステージ上は次の公演に向けて準備を整えてまいりますので、皆様もう少々お待ちくださいませ。さあ、それでは皆様大変お待たせいたしました。続いての公演準備が整いましたのでお届けいたします。本日2つ目の公演、世界遺産登録の舞台裏と題してお話をいただきます。講師は文化庁調査官の鈴木智平様です。鈴木様は国の世界文化遺産登録のご担当者として、ユネスコやイコモスと最前線でご対応されております。それでは鈴木様、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介に預かりました文化庁で世界遺産の担当の調査官をしております鈴木智平と申します。先ほど菊池先生の方からはお話ありましたけど、私は逆に菊池先生のようにこう語りかけるような巧みな話術を持っておりませんので、画像に、つい頼ってしまいがちですが、私の師匠なんかに言わせると画像に頼りすぎやというような話もございます。
で、今日は舞台裏というようなことで、なかなかやっぱり世界遺産の登録を進めている中では皆様にお話をできなかったこと、できにくかったことを少しでも伝えられたらなというふうに思います。3つほどお話を用意しておりまして、まずじゃあ最初の縄文遺跡群、何がすごいというようなところから入りたいと思います。で、今更でございますが、7月27日、北海道北東北の縄文遺跡群、世界遺産登録、本当におめでとうございます。本当に長い取り組み、あるいは地元の方のご尽力もありまして、めでたく見事世界遺産になりましたことを心よりお喜びを申し上げます。で、先生の先のお話にもありましたので、あるいはもう皆さん重々よくご存知だと思いますので、今更繰り返すような話でもないかもしれないですけども、ざっと振り返っておきますと、北海道北東北の縄文遺跡群、採取漁業狩猟を基盤とした定住生活を1万年以上長期間継続した世界的にも稀有な資産である。そして、類まれな精神性を含む生活の在り方、そして自然環境の変動に応じて変容させた集落の立地と構造を示す遺跡群は、農耕以前の人類の生き方を理解する上で貴重だということです。近頃の世界遺産の推薦書というとですね、日本でも一番初期の頃の法隆寺とか姫路城とかの世界遺産の推薦書って本当にもう何十ページ、40ページぐらいのものだったんですけど、やっぱり近頃の遺産っていうのは価値がすごくやっぱ複雑なんですよね。先生も先ほどおっしゃったように、もう姫路城を見ておおすごい、法隆寺を見ておおすごい、多分これはもう世界中の人皆さんおっしゃると思うんですけど、じゃあ縄文の何がすごいのかで、縄文のどういうところがすごいのかっていうような説明をするのに、我々は英文でだいたい400ページぐらいを費やしたわけなんです。で、だいたいこれが最近のユネスコに、これが世界遺産、うちから出す世界遺産ですよという、だいたい400、500ページぐらいになってしまいますが、3行でまとめますと、こういうようなことかなというふうに思います。で、この縄文遺跡群が世界遺産として認められた大きなその価値といいますか、今申し上げたことが価値なんですけども、その中でやっぱり注目すべき点っていうのは私2つあると思いまして、1つはですね、この農耕以前の人類の生き方を理解する上で貴重と、ここだと思うんですよね。およそ人類の歴史20万年を振り返りますと、そのほとんど19万年ぐらいは狩猟採集社会なんですよ。で、人類の歴史を大きく4つに区分しますと、狩猟採集、これは漁労ですかね、社会がありまして、でその次に農耕社会が来ます。で、工業社会が来まして、今は情報社会、あるいは次のソサエティ 5.0 とかというようなことも言われてますけども、おおよそ4つに区分すると、狩猟採集から農耕、工業、情報と移行してきた中で、人類の歴史のこの20万年の中のもう19万年ぐらいがこの狩猟採集社会なんですよね。でも他方で、今世界遺産1154件が世界遺産になっておりまして、そのうちの897件が世界文化遺産、文化の方の遺産なんです。で、897件のうち、じゃあこの人類史の中で一番長いはずである狩猟採集社会がどれぐらいあると思います？897件の文化遺産の中でだいたい60件ぐらいしかないわけなんですね。で、およそ例えばじゃあその世界遺産一覧表を見ると、
我々のその人類がどういうように生きてきたのかが理解できると、こういうふうなことを世界遺産一覧表っていうのが目指しているんだとすれば、我々の人類の歴史っていうのは農耕工業情報社会だけじゃないはずなんです。本来であれば一番長いはずの、本来であれば一番人類史の1ページ目として大事なはずの狩猟採集社会っていうのが、少なくとも現在の世界遺産一覧表では1割弱しか反映をされていない。まあそもそも残りが少ないというようなことで、資料の限界としてしょうがないというのもあると思うんですけども、そこに対してこういうように狩猟採集の人類っていうのは生きてたんだよというようなことを示すことができたというようなことは、我々も世界遺産になったことは嬉しいです。我々も世界遺産になったことは嬉しいんですけど、こと世界の人、あるいはユネスコのこの世界遺産村の人たちからしても、この縄文遺跡群が897の仲間の一人になってくれたっていうことはすごくやっぱり嬉しかったんですよね。で、もう一つが、これももう先生のお話からありました、世界の常識として狩猟採集ニアリーイコール移動生活、農耕以降ニアリーイコール定住生活というのがあるのだとすれば、その世界の常識を覆す遺産であったというようなことも意味は大きかったと思います。で、何が証拠かっていうと、土器の存在なんですよね。土器のように重たいし、かさばるし、割れやすいし、こんなものを持って移動生活をする人はいません。土器があるっていうことは、やっぱりある程度そこに定住して暮らしてたんだろうというようなことを示しているということが言えるかというふうに思います。まあ縄文の価値、四本柱というふうによく言ってるんですけども、一つが豊富な資源を生かした生活をしている、そして二つ目が精緻で複雑な精神性を示す、三つ目が集落立地と制御の関係性が多様である、1万年間続いたといってもやっぱり平穏な時代ばっかりじゃないんですよね。暑くなったり寒くなったり、火山が爆発したりですね、その都度縄文の人たちっていうのは住む場所を変えて、取るものを変えて、で生き延びてきたというようなところがあります。で、そういったことを1万年間通じて17の遺跡で考古学的に物証を持って証拠を持って示せるっていうようなところが、やっぱり北海道北東北はすごかったんだなというふうに思います。先ほど先生のお話の中で、なぜこの地域なんだっていうような話がありました。日本列島広く縄文遺跡っていうのは約9万件縄文の遺跡っていうのはあるというふうに言われてるわけなんですけども、やっぱりここがですね、特にその国内的になかなかこの北海道北東北の縄文が推薦されなかったっていうようなところがあるのかなと思っておりまして、やっぱり南関東にも縄文遺跡があるし、中部地方にも縄文遺跡があるし、西日本にも縄文遺跡がある中で、なんで北海道北東北なのっていうようなところが、国内的には僕は一番大きな問題だったんじゃないかなっていうふうに思っております。逆に言うと、私はその世界に出たら強いんじゃないかな、世界に出た時にこれを否定する人っていうのはあんまりいないんじゃないかなっていうようなことも思っておったんですけども、国内的にクリアをするっていうのにハードルがあった。で、よく申し上げているのは、やっぱりこの17のチームプレーなんですよね。野球に例えると、例えば南関東にはカソリカイズカという、まあ、野球でいうと大谷翔平のようなスタープレーヤーはいます。中部地方に行きますと、トガリ石石器時代遺跡という、まあ、ダルビッシュのようなエースピッチャーいます。しかしこの資源の利用であるとか精神性であるとか、あるいは気候変動環境の変化に応じて立地を変えてきたっていうようなことを物証を持ってトータルで示す
っていうチームとしてやっぱり一番強いのは僕はこの北海道北東北だったんじゃないかなというふうに思っております。まあ函館の柿の島はこれですね、2番目のステージ、まあ、1万年を6つのステージに分けますと柿の島は2番目を証明する、大船遺跡は4番目の拠点集落の部分を説明する遺跡だったなというふうに位置づけることができるかと思います。で、まあ、先ほど60ほど先史時代の遺跡がすでに世界遺産になっているというふうに申し上げました。その中のですね、多くがラスコーの洞窟壁画とかアルタミラの洞窟壁画とか、まあ、これ画像はタッシリナジェルというところなんですけども、岩絵なんですよね。で、岩絵もすごく価値があるし芸術性も高いですし、まあ、牛なんかが描かれていると牛を追ってたんだなというようなことも分かるんですけど、やっぱりこれだけだとその当時の人がどういうふうに暮らしていたのか、特にそのどういうふうに暮らしを変化させてきたのかっていうのは分かんないんですよね。これ写真のように1ページ1場面1時代の1地域のをバシャッとシャッターを押すとこういうものが出てくるのかなと思いますが、展開変遷っていうのはこれからはやっぱり分かりにくい。あるいは、この北海道北東北の縄文遺跡群、環状列石があるっていうのも大きな特徴だと思うんですけど、環状列石と言われた時に、まあ、我々よく思い浮かべるのがイギリスのストーンヘンジなんですけども、やっぱりこれは農耕時代の話なんですね。やっぱり農耕文化と狩猟採集文化っていうのは集落の作りも違うし、集落の規模も違うし、そこに、なんていうかヒエラルキーのような身分社会があるというようなところも大きく違うので、これはやっぱり比較の対象にはならないかな。で、すでに世界遺産になっているもので、この縄文遺跡群の一番のライバルは、私はこのセネガルにありますサルームデルタという貝塚、巨大な貝塚なんですよこれ。で、やっぱり、北海道北東北の縄文遺跡群と同じように何を取って暮らしていたのかとか、あるいはそこにどういうものを埋葬していたのか、どういうような集落規模だったのかというようなことで、生活の痕跡を表すという意味では、まあ大きなライバルと申しますか、まあ、先輩だったわけなんですね。ただじゃあその世界遺産として先にこのサルームデルタがなってるから縄文は何か不利だったかっていうと、決してそういうわけじゃなくて、先ほども申し上げましたように、そもそも残りが少ない先史時代の遺跡の中で、これはこれで大事な遺跡なんですよ。西アフリカの先史時代の人類がどういうふうに生きてきたのかを示す大事な資産ですし、あるいはもしかしたら南太平洋でどういうふうに人類が暮らしていたのか、カリブの方でどういうふうに人類が暮らしていたのかっていうような遺跡もあるかもしれない。その中で北海道北東北の縄文遺跡群っていうのは、北東アジアにおける先史時代の人類がこういうふうに集落を作って、こういうふうに物を取って、こういうふうに精神世界を作り上げて暮らしてたんだというようなことで、このサルームデルタと並ぶ同じように重要な遺産だというようなことで登録されたんじゃないかなというふうに私は思っております。で、2つ目の話題として、登録までの道のりというようなことなんですけども、まあざっと世界遺産になるまでのプロセスというものをまとめてみました。まあ世界遺産の取り組みが始まって、暫定一覧表っていうのに載って、文化審議会でじゃあこれを世界遺産に推薦しましょうというようなことが決まったら、イコモスっていう専門機関の審査があって、で最終的に世界遺産委員会で決まりますよ。でその間に、価値があるということだけじゃなくって、それがちゃんと守られてますよっていうようなことも整えて、で推薦書の形式に整えていく。でその取り組みの始まりから登録されるまで、あるいは登録された後も含めて地元でこれを守っていくというような機運があることが大事ですよと、まあ、ざっと
この25年をまとめるとこんな感じになるのかなというふうに思いますけども、まあ縄文がめでたく先の世界遺産委員会で登録になりました。で今次の世界遺産を目指しているところでいうと、新潟の佐渡の金山であるとか、あるいは滋賀にあります彦根城であるとか、奈良にあります飛鳥藤原であるとかっていうのが続けて目指してますよというような状況にございます。で、北海道北東北の縄文遺跡群の取り組み振り返ってみますと、まあ、1996年の三丸の発見からありまして、まあ、2003年、知事の間で、やっていこうというようなことが決まったというふうに伺っております。まあ、それからですね、いろんな動きがあったわけなんですけども、その時々のキーワードといいますか、コンセプトといいますか、こういうような価値を前面に打ち出していこうというようなことをまとめますと、この赤字の部分になるのかなというふうに思います。まあ、自然との共生であるとか、長期間にわたるであるとか、でこれら一つ一つはやっぱり縄文の大事な特徴の一つだし、これからも大事にしていただきたいところだと思うんですよね。で、2013年になりますと、先ほどもありました日本文化の基礎というような言葉も出てきました。で、そうですね、2016年なんかもそうです。で、でそれはそれでもちろんその縄文の特徴っていうのをよく表しているんですけども、やっぱり私が一つ転機だったなというふうに今振り返って思うのは、やっぱり2017年2018年頃かなというような気がしておりまして、ここで先ほど申し上げた農耕以前における人類の生活が分かるという、その縄文が大事なんだ、縄文がすごいんだっていうことだけではなくって、そのユネスコの人たち、世界の人から見てもこれを仲間に入れる動機といいますか、きっかけといいますか、理由といいますか、になる鍵になる概念が出てきたのが、これだけ長い間取り組んでいて、ここ 2,3 年だったんじゃないかなというような気がしております。ただしじゃあこの 2,3 年でできたかっていうと、そういうわけじゃなくって、やっぱりそれまでの20年の積み重ねがあった中で最後に出てきたのがこれであって、私はその20年の積み重ねがないと出てこなかった考えかなというふうにも思っております。まあ、そんな中でですね、青森の三村知事なんかはよくですね、6年浪人をしたというようなこともおっしゃるわけなんですけども、やっぱり文化審議会としてはその年その年の推薦する資産っていうのは、今一つの国から年に1個しか出せないというようなルールがあるので、やっぱり大事な資産ばっかりなんですけども、団長の思いで一つを選ばなきゃいけない。でその時に何を基準に選ぶかっていうと、推薦書としての完成度の高さなんですね。なので、2013年で言えば明治日本の産業革命遺産、2014年で言えば長崎の教会群というような形で、まあ、完成度が高かったものが他にはあったし、そんな中でですね、私は2017年に岩手の一戸町の一戸南小学校でこんな感じで講演というか授業をさせていただく機会がありまして、で授業を40分ぐらいお話しした後に、最後じゃあみんなから質問ないかっていうような話の時に、5年生の女の子がですね、スクッと手を挙げられてですね、なんで縄文はなかなか世界遺産にならないんですかという、もうド直球の質問をいただきまして、まごまごしたというようなことを記憶をしております。で、まあ縄文遺跡自体の価値はもちろん取り組みを始めた20年前から変わらないわけですし、今それが認められて世界遺産になっているわけなんですけども、やっぱりその価値の見せ方といいますか、光の当て方といいますか、
ダイヤモンドでいうとブリリアントカットの仕方がですね、出てきたできたのがようやくここ 2,3 年だったかなというような気がしておりますので、まあその間にも遺跡そのものもそうですし、あるいはその周りの環境も含めて保護の措置を整えてきたというようなことも含めて、私は6年間の浪人生活というのは必要だったんじゃないかなというふうに、今度ですね三村知事にお会いしたら声を大にして申し上げようかなというふうに思っております。ただまあそんな中でもやっぱり、今思い出してもこの辺りがちょっとモヤモヤするのが2015年でございまして、長七谷地下塚、まあこれはもう周りが工業団地になっているというようなことで、外さざるを得なかった、あるいは、森町の鷲の木遺跡もよく高速道路事業からここまで残したというようなことで、文化財保護の歴史としては本当に画期的な歴史に名を残す遺産なんですけども、やっぱりじゃあその世界遺産って言った時に周辺状況が問題になるんじゃないかというようなことが懸念をされまして、外さざるを得なかったというような、まあ苦いと言いますか、もちろん、地元の方あるいはここの遺跡のファンの方もそうなんですけども、我々としても本当に、今思い出しても苦しい時もございました。で、先ほどもお見せをしたこのプロセスの中でよくブラックボックスになっているのがここなんですよね。推薦書を出してから最後結果が出てくるまでどうなってるのか、これ実は我々もあんまりよく知らないというかもちろん審査される側ですのでつまびらかではない部分っていうのはあるんですけども、ここをちょっと振り返ってみたいと思います。ここちょっとですねエコモスの審査っていうのがどういう流れであるのかっていうのを見ますと、まあ推薦書を出した後、よく我々の目に触れるのはこの現地にイコモスの調査員が来て現地調査をするっていうルート、これは目に見える部分なんですけども、実はその後ろにですねデスクレビューワーズというその書類審査をする、出された推薦書だけを見て、価値があるかないかっていう書類審査をする人たちがだいたい 6,7 人いるというふうに言われております。でまあ、その他レポートなんかも持ち寄って、イコモスの本部がありますパリでですね、イコモスパネルと呼ばれる、じゃあこの遺跡この遺産の世界遺産としての価値はありやなしやというようなことを話し合う機会がだいたい秋の深まった頃にありまして、で、年末頃に中間報告というような形で今イコモスの審査機関としてはこういうようなことにこういうような審査になってますよ、こういうようなことに興味がありますよ、こういうようなことを疑問と思ってるんで追加で情報くださいねっていうような話が年末ぐらいにあります。でそれに対して答えを出して、だいたい3月ぐらいですねもう一度2回目の会議があって、で5月に丸×三角というようなことが出てくるとこういうような流れになっております。で、まあ、世界遺産委員会、だいたいいつもは会場に集まって2000人ぐらいなんですけど2000人ぐらい参加しますけども、今年はこんな感じでオンラインでやってましたよ。まあ、イコモスっていうのは世界中のだいたい1万人ぐらいのこの文化遺産の専門家が集まる機関ですよっていうような話もございます。でさっきの流れで言いますとこの目に見えるところですね、調査員が現地に来て現地調査をするというようなことを、コロナ禍の昨年9月に迎えることができました。まあ柿の島大船の日は非常に土砂降りだったというようなことを覚えておりますが、まあ、ご地元の皆さんのおかげでつつがなく調査ができたかなというふうに思います。まあ
例年と違ってやっぱりコロナの中で難しかったのは、まあ、事前にその我々も例えばその厚生労働省であるとか、あるいは出入国管理庁であるとかっていうようなところと協議をして、でいらっしゃったのがオーストラリア人だったわけなんですけども、オーストラリアからこういうような人を迎え入れることはできるかというような協議を重ねておりました。でやっぱりその厚労省あるいは出入国管理庁の一番のその関心事といいますか、問題課題点としては、そのやっぱり何かあった時に感染ルートを追い切れない、まあ、今はもうそれ以上に広がってしまったわけなんですけども、1年前の時点ではその感染ルートを追い切れないのが一番困るんだというようなことで、やっぱり入国後14日間は公共交通機関は利用してはいけない、で、ホテルでもあるいは博物館なんかでも来館者との動線を完全に分けることというような条件がつきました。なので羽田空港に着いた調査員をですね、まあ勝手にと言いますか、まあ飛行機乗り換えて移動し、青森なり、北海道まで移動してくれよというようなことができずにですね、私が羽田空港まで迎えに行って、やっぱり一人隔離というのも気の毒なので、私も14日間ですねお付き合いをして、一緒に羽田空港からまず青森まで、車で移動10時間ほどですね、車で移動しまして、で、3日間4日間ぐらいですかね、全く隔離の期間があるわけなんですけども、その間に、リモートではあるんですけども、この資産の価値であるとか、こういうふうに保護の体制がありますよとか、こういうふうに地元の方頑張ってますよというようなことをこうじっくり説明をすることができた。普段のイコモス調査ですとそのあたり半日ぐらいで終わらせてしまうんですけども、それをまあ幸か不幸か3日間4日間取ることができたので、今回はすごくじっくり説明することができたんじゃないかなとこういうようなことが言えるかなと思います。あと、この写真に写っているのは、まあ、7、8人ぐらいなんですけども、普段のイコモス現地調査ですと調査員がいて、同時通訳の人が3人ぐらいいて、で、市の人、県の人、国の人がぞろぞろいて、だいたい20人か30人ぐらいの調査団になってしまうんですよね。でやっぱりそういう密の状況を作れないとこういうようなこともあって、ちょっとここ音声さんのマイクが見えてると思うんですけど、この人カメラ持ってるんですが、まあ、カメラの方と音声の方を一人ずつ入れてですね、これをどこに中継しているかっていうと、例えばその市役所で詰めている函館市の担当の方であるとか、あるいは専門の方であるとか、北海道庁の専門の方であるとか、あるいは文化庁の我々の同僚であるとかっていうのにこう中継をしてですね、で、まあ、基本的にはここでの現場でのやり取りで調査員からの説明、質問であるとかには対応するんですけども、何かそこで答えきれないことがあったらこの画像を通して現地を見てた人がすかさず答えるとかですね、そういうような工夫もしました。あと、まあ地元で活動されている保護の取り組みをされている方との面会なんかも普段なら用意するんですけども、この時はやっぱりこれ三内丸山遺跡の会議室のところに調査員がいて、隣の部屋なんですよ、隣の部屋なんですけども、ボランティアの方に準備をしていただいて、隣の部屋なんだけどリモートで会話をするとこういうようなこともやりました。私はここで写真を撮ってるだけなんですけども、そんな苦労もありました。で、その11月のパリの本部での会議っていうのも今年はリモートでの対応でしたね、こんな感じで、受け答えをしてたわけなんです。普段ですとこのパリの、まあ、地下の会議室でみんなでワイワイやるんですけども、こんな感じでございました。で、年末に来ました中間報告、今もうウェブ上で公開をされてると思うんですけども、まあ、ここにですね、
だいたい英文で3ページぐらいのレポートなんですけども、縄文遺跡群は世界遺産一覧表で十分代表されていないタイプの資産であり、法的な保全管理の仕組みはすでに整っているというようなコメントがありまして、実は私はこれでいけたなというふうに思いました。他方でじゃあここからこの昨年末から実際結果っていうかが出る今年の5月ぐらいまでの私の心配事は、17の遺跡が果たしてみんな揃っていけるのかどうか、縄文が丸だっていうのはなんとなくこの辺りで確信を持ってたんですけども、果たしてそれが1なのか4なのか10なのか17なのかっていうのはやっぱり最大の私の心配事だったんですが、まあ5月にイコモス勧告が出まして、無事、全ての資産が登録というようなことで、よかったなというようなことでございます。まあ当日文部科学省の方で記者会見もさせていただいたんですが、まあこれもそうか、まあ、例年だと夜中にやるのが、この年は今年は早い時間にできて家に帰ることができてよかったなというようなこともありますし、本番の7月27日、さて皆さんはどこで画像を見ておられましたでしょうか。我々文化庁は職場でですね、ちょっとすみません、パンフレットの上に載せているのが大変不謹慎なわけですけども、この iPad を通して我々も画面の前でよかったなと喜んでおったところでございます。で、最後これからどうするというようなことを今日は皆さんと一緒に考えてみたいわけなんですが、今一度ですね、なぜ世界遺産を目指したのか、なぜ世界遺産を目指して25年もの間我々は頑張ってきたのかというようなところです。まあいろんな思いがありましょうし、いろんな思いを世界遺産に持ってらっしゃると思います。まあ観光効果があるんじゃないかというような向きもあろうかと思いますし、この我々の宝である縄文遺跡の価値を世界に伝えたいというようなこともあろうと思います。あるいは世界遺産っていうのをきっかけにより一層保護を進むんじゃないかというようなご期待もあろうかと思いますが、こと観光客来訪者数というようなことで言えば、ご覧いただいているのはこれは2014年に世界遺産になりました富岡製糸場、群馬県にあります富岡製糸場と絹関連遺産群の数字なんですが、世界遺産登録前の2013年は年間いらっしゃってたのが34万人でした。で、それが登録の年になりますと約150万人になって、で、今はと言いますか、これ平成30年なんでちょっと古い数字なんですけども、57万人ほどになっている。で、今はコロナで多分もう少し少ないと思うんですけども、まあ、大体こういうようなカーブを描く。で、これは悲しいかなと言いますか、もうコロナとかなんとか関係なく割と近頃登録される世界遺産に一般的に見られる傾向です。で、北海道北東北の縄文遺跡群もどうなるか分かりませんよ。どうなるか分からないけど一般的な傾向がこの通りなんですね。で、やっぱりおっしゃる方は登録の時150万人来てて今はその3分の1なのかと、これ数字なんとかしろよというふうにおっしゃるわけなんです。ただしじゃあ本当にこの数字が世界遺産効果あるいは世界遺産が地域にもたらす利益といいますかを表現しているのかっていうと、例えばこれ登録前は35万人だったのが今57万人っていうような形でここを見るからダメなんですね。これを見ると約 1.5 倍になってるじゃんいうようなことも言うことはできると思います。あるいはこの150万人がどんな150万人でこの57万人がどんな57万人かっていうところだと思うんですよね。これも望むと望まざるとにかかわらずやっぱり世界遺産になると
言葉悪いですけど世界遺産スタンプラリーをされている方がいらっしゃって、その世界遺産いくつ回ったかを誇りにしている人はやっぱり世の中ある一定の数いらっしゃるわけなんですね。でも大体そういう方の観光行動なんかを見ているともうざっと来て30分1時間いてでざっと帰って、もうそこは1回行ったから次どこに行こうというような流れがあるんだとすれば、このやっぱり150万人っていうのは二度と来てくれない150万人かもしれない。他方でじゃあこの57万人がもしかしたらこの時に来て、じゃああの時登録直後の夏に行ったけども今度食べ物の美味しい秋に行ってみようかとか、あるいは気候のいい春に行ってみようかというような形で2回も3回も来てくれる、あるいは友達が来たからとか子供さんがお盆正月で帰ってきたから一緒に行こうっていうふうに来てくれた57万人かもしれない。その一元さん1回こっきりしか来てくれないような150万人をターゲットにするのか、2回も3回も来てくれる、あるいは何かあった時にサポートしてくれるファンになってくれる57万人を目指すのかっていうので全然やっぱり戦略も違うと思うんですよね。よくこう世界遺産になると地域はハッピーだと、世界遺産になると地域はバラ色になるんだというような向きも聞かないことはないんですが、残念ながら世界遺産っていうのはそんな夢のような制度ではありません。ただし今少子化、高齢化、過疎化、産業の空洞化、あるいは、若年層働き手の都市への移動っていうような形でいろんな課題を日本中の町地域が抱えているわけなんですけども、それを解決してくれるヒント、解決してくれるきっかけぐらいにはなれる、夢のような制度ではないけど夢のある制度ではあると思うんですよね。実際世界遺産をテコに例えばその移住者の獲得であるとか、例えば、地場産品の高付加価値であるとか、例えばお年寄りの生きがい創出であるとか、そういうようなことにつなげている事例もございますので、というような話ですね。で、これから今日お集まりの皆さん、あるいは画像を通してご覧の皆さんにお願いしたいのは、一つは足しげく遺跡に通ってくださいねっていうことです。世界遺産登録になってから大船行かれましたでしょうか、柿の島行かれましたでしょうか。恥ずかしながら私はまだ行っておりません。早く行かなきゃなと思うんですけども、柿の島でも大船でも日々調査研究っていうのは進んでおりますので、行けば必ず新しい発見、必ず新しい知見っていうのはあると思います。毎回行けばその辺詳しく、福田さんであるとか吉田さんであるとか紹介してくれると思います。ぜひ足しげく遺跡に足を運んでみてください。で、今回は17の遺跡が世界遺産になったわけなんですけども、この北海道北東北の地域には縄文遺跡は約2万あるというふうに言われております。全国9万のうちの2万っていうことだけでも集中地区であるということは分かると思うんですけども、先ほどご紹介したワシの木もそうですし銚子八千もそうですし、もう含めてですね、他の遺跡にも目を向けていただけるといいかなというふうに思います。先ほど言いました地域の何かしら、南茅部なら南茅部今お困りのことがあるんだとすれば、それを解決するのに世界遺産は使えないかなというようなことで、豊かな街づくりに生かしていただきたいなというふうに思います。坪井さん出てらっしゃいますね、です。こういうような話を言うとですね、よく文化庁は魂を打ったと、文化財保護じゃなくて活用というと文化庁は魂を打ったというふうに言われるんですけど、決してそういうわけじゃない。博打のようなギャンブルのような投機はダメなんですけど、絶対に元本を保証した上で、
絶対に元本を保証した上で、でも金利といいますか利息をなるべく高くするというようなことは考えてもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。もし今までが文化財っていうと、もうあのタンス預金のようなもんで、もう絶対に家の中で囲って外に出しちゃいけないというようなことがあったのだとすれば、やっぱり元本は絶対保証した上で、メリットっていうのも探していっていいのかなというふうにも思うわけで、ございます。はい、今日私がしたかった話は以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。鈴木様ありがとうございました。大変に貴重なお話を聞かせていただきました。どうぞ皆様今一度の大きな拍手をお送りください。さあここからのお時間でございますが、プレイバック世界遺産登録と題しまして、世界遺産となりました遺跡の発見から世界遺産登録までの道のりをスライドで振り返ってまいります。どうぞ皆様ステージ上スクリーンにご注目ください。はい、ここからは、教育委員会の方で、プレイバック世界遺産と題しまして、スライドを中心にですね、特にあの函館がこれまでどういう取り組みをしてきたかというのを、簡単に、短い時間ですが、ちょっと走馬灯のようにあの駆け足で、ちょっとご紹介していきたいと思います。それは大船遺跡から始まった、これはあの世界遺産の構成資産にもなりました大船遺跡の、発掘調査、こちらが平成8年に、開始されたわけですけれども、まあ、こちらがですねもう想像以上に、たくさんの遺物遺構が、見つかったということで、これはもう、大変な遺跡だということで、もう本当にたくさんの遺物、まあ、これあの大船遺跡に行った方はご覧になっているかもしれませんけれども、外にもたくさん並んでおりますけれども、もう膨大な、本当に腰を痛めてしまうような、そんなでたくさんのものが出てくる、そんな遺跡でした。掘っても掘っても、次々と遺構が出てきて、しまいには雪が降ってくるという大変、厳しい困難な調査が、続いておりました。まあ、そんな中で、かなりあの、全国的にも注目をされるようになりまして、これはあの保存する価値がある遺跡じゃないかというふうに、思われるようになってまいりました。でその後、文化庁、そして、北海道教育委員会など、関係機関などともいろいろ相談しながら、大船遺跡を保存へというふうに、方向性が、向いてまいりました。まあ、その時の担当者の方の、苦労は、もう計り知れなかったというのを、折々お酒を飲むたびに聞いておりますけれども、非常に、まあ、漁師町としては、大英断だったということが言えるかと思います。まあ、そんな遺跡が平成13年の8月13日に国の史跡に指定されました。まあ、ちょうど今年で指定から20年を迎えましたけれども、そこからまた
ストーリーが動いていきます。その後、函館市と、東部4町村が平成16年の12月に合併しました。でここから、函館市としてこの縄文遺跡をどういうふうに、保存活用していくかということをこちらはあの、平成18年に策定いたしました函館市南茅部縄文遺跡群整備構想というものを、こちらをもとにですね、南茅部地域の縄文遺跡を保存活用整備して、そして地域の活性化に結びつけようという、そういった構想を策定いたしました。それに基づきまして、大船遺跡を手始めにこちらの整備をということになりました。一番、奥の方にいらっしゃるのが、その時、整備委員会の委員長を務めていただいたのが、先ほどお話をいただきました菊池先生になります。さまざまな議論、ご指導いただきながら、やはり大船遺跡の価値は、遺構建穴建物跡ですので、まあ、そういったものをいかに復元して見せていくかということを中心に整備を行いました。その整備は、これがあの整備完了直後の、状態です。まあ、こちらを今、皆さんに、見学コースとして、ご覧いただいていることになります。まあ、一方ちょっと話は変わりますけれども、まあ、南茅部、あるいは函館市といえば今ややはり国宝中空土偶ということで、こちらが実はあの平成19年、北海道唯一の国宝に、指定されました。まあ、この時は、こちら、市立函館博物館で、展示、特別展が行われた際には発見者の、小板彩さん、そして、当時の、高橋知事が、来ていただいて、見学をしていただいております。そしてこの国宝の土偶を常設展示できる場所が必要ということで、こちら、函館市縄文文化交流センターというものがまた、先ほどの、整備構想の柱の大きな核として位置づけられておりまして、まあ、こういったものを建設しようという動きになりました。背景に木がたくさん生えてますが、ここが当時の柿の島遺跡の様子になります。もうすでにご覧になった方はもう今とだいぶ違うというのが非常にこれはまあ絵にはなりますけれども、全然景色が変わってしまっております。でこちら平成23年の10月1日にオープンいたしました。こちらもやはり、オープンからちょうど10年経過いたしました。それからもう一つ重要遺跡として柿の島遺跡が挙げられます。調査はもともとバイパスの、道路の工事に伴った発掘調査を行ったんですが、まあ、このようにたくさんの建穴建物跡、それからまあ、こういった漆塗りの、素晴らしい土器、それからこういったちょっと形の変わった香炉型の土器などですね、こういうおそらく祭祀儀礼に使われたと考えられるようなこういった貴重な資料が、もう数々発見されました。一方では、もっと古い、これは7000年くらい前の、大きなお墓を中心に墓域が形成されておりまして、でこの、一体から、まあ、こういった足型付き土板、乳幼児の足型がついた粘土板、こういったものが副葬されて、17点もの、多数の数の足型付きが見つかりました。まあ、こういうことでですね、柿の島遺跡、非常に、重要な遺跡なんじゃないかということで、柿の島遺跡の重要性を明らかにせよというちょっとまあちょっと大げさな言い方ですけれども、まあ全体像を把握するということを平成15年度から実施しました。そしていきなりまず巨大な盛土遺構、盛土遺構を確認することになります。これは発見当初大体これぐらいの規模だろうというのを示したものですが、実は後にこれよりもさらに大きい、もう本当国内最大級であることが確認されましたが、他のところにもなかなかないようなこういう貴重な遺構、
こういったものが見つかっております。掘ればですね、このようにたくさんの土器石器が見つかっておりまして、まあ、おそらく、物を送る、物の魂を送る、場所、送り場、祭祀の場と考えられております。まあ、このようにですね、その後の調査も合わせまして柿の島遺跡全体を、まあ、これはあの、まあ、部分部分の調査で全体の 2% 程度の調査しか行われておりませんけれども、概要をつかみました。そうした結果、大体9000年前から3000年くらい前にわたる6000年間もの人々の生活の痕跡がうかがえる、そういった遺跡だということが分かりまして、こちらも平成23年2月7日に国の史跡に指定されました。こちらも実は、指定から、今年で 10周年ということで、非常に今年はターニングポイントになる年にちょうどこれらが、世界遺産になったというのは、まあ非常に、何か縁を感じるものもあります。一方では柿の島遺跡はその後、整備に向けた調査を経て、まあ、こういった調査を整備を行おうという、まあ、絵を描きまして、これに基づいてさまざまな、検討を加えながら整備を行いました。まあ、その一つにこちらは森土遺構ですけれども、そういったものを形を復元していこうというもので、まあ、これが復元になったものです。そして一方ではこれからがちょっと世界遺産に関係することですが、北海道北東北の知事サミットによって北の縄文文化回路づくりが提唱されたのがきっかけになりまして、こういったアクションプランづくり、それから世界遺産を目指すということに合意、こういったものがきっかけになって北海道北東北の縄文遺跡群を世界遺産へということで国に提案書を提出し、そして可能性があるということでユネスコの世界暫定一覧表に記載をされました。まあ、それから、縄文遺跡群世界遺産登録推進本部を設置して、推薦書作成の作業を開始いたしました。まあ、ただ推薦書を作成するといっても、まあ、様々な、課題の検討がございます。でこの検討を進める中で専門家委員会というものを、まあ、作って、そして菊池先生に委員長を務めていただいております。あ、ごめんなさい。そして、先ほど鈴木調査官からもございましたけれども、平成25年度から推薦書の提出を素案を提出しておりましたけれども、たびたび見送りが続きました。まあ、浪人していたと。まあ、その間にもですね、こちら国会議員の先生方による議連の、これは総決起大会の模様ですけれども、まあ、こういった取り組み、あるいはこれは縄文遺跡群、世界遺産を目指す縄文遺跡群の市町だけではなくて、まあ、全国規模のさまざまな縄文をテーマにした町づくりというのを一つの枠組みとしております。いくつか団体があるんですけれども、函館市の方で、縄文シティサミットイン函館というのも平成29年に行われておりまして、まあ行政、そして、さらにはこういった民間、こちらは道南縄文応援大使ということで、タレントの藤岡みなみさんや、こちら映画監督山岡監督と、こちら縄文人という今非常に人気のあるフリーペーパーの編集長の望月さん、こういった方々が応援大使としてこの縄文ウィークの土日にいらっしゃいますので、ぜひそちらもご参加ください。まあ、このようにですね、官民挙げてさまざまな盛り上がりをしていただいてます。まあ、今のは本当にごく一部でして、大変多くの人々によって支えられてきたということが言えます。そしてようやく、平成30年に、推薦書が、国に提出されて、国内の推薦候補になったんですけれども、まあ、この時は、これは市役所の庁舎前、そして縄文文化交流センター前でも盛り上がったんですけれども、この年は残念ながら、
国内推薦1候補のみと1件のみということで見送られてしまいまして、1年ちょっと足止めを食いましたが、翌年、これは先ほどメッセージをいただきました鈴木知事が来訪した際ですね、その年に国内推薦が決定いたしました。そして翌年イコモスの現地調査、このように行われまして、もう鈴木調査官もこのように元気にいらっしゃいました。そしてようやく今年になりましてイコモスの勧告、記載勧告ということで、もうこれで世界遺産登録間違いなしだなというふうに、思っておりましたところ、こちらは縄文センターで、そのイコモス勧告の、登録を、祝う垂れ幕なんかも掲げられ、はい、そして世界遺産登録が7月27日に決定したと、これは市役所でやりました、様子です。で翌日は世界遺産の、登録の記念セレモニーとともに柿の島遺跡の一般公開が開始されました。そして縄文遺跡群は世界へということで、ますます市民の皆様、そして本当関係者の皆様にはこれからが本当の勝負だと思いますので、ぜひいろいろご協力を賜りたいと思います。以上ちょっと押してしまいましたが終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。世界遺産登録までの道のりを振り返ってまいりました。さあそれでは本日の講演会結びとなりますが、講師を務めてくださいましたお二方にもう一度ステージ上お上がりいただきまして、世界遺産のある町函館市への応援メッセージいただければと思いますので、ステージの方へお越しいただけますでしょうか。お願いいたします。菊池先生そして鈴木調査官から世界遺産のある町函館応援メッセージエールになるでしょうか、送っていただければと思います。どうぞステージ中央の方にお進みください。じゃあ一方ずつマイクをお持ちいただきまして、じゃあまずは菊池先生応援メッセージ一言頂戴してもよろしいでしょうか、はい、お願いします。今度はついた手がありませんのでマスクをしたままにいたします。本当におめでとうございました。その一言を言えば僕は今日役割は終わったはずなんですけども、あんな余分な長文を作ってしまいましたので、どうぞ後でお暇な時にお読みください。今今後も鈴木さん申し上げましたように、25年というのはちょっと大げさなのかな、でも登録からそうですよね、30の四半世紀かかってようやく念願が叶いました。私今日函館の縄文が世界遺産になったというふうに書きます。ここは函館ですし、私函館生まれですから。でも皆さんによく考えていただきたいのは、今回のこの縄文北日本の縄文の世界遺産登録というのは17の遺跡4道県1道3県ですか、これの行政の方市民の方が一致結束して本当にいい連携をとって私の知る限り努力された結果です。こういうふうに17の遺跡4道県にわた道県にわたる17の遺跡をというのはシリアルノミネーションというふうに世界遺産では言いましてね、いくつかの地域を超えた資産をまとめて登録するという形になります。まだいい方で、世界には国をまたがっていくつの国かをまたがって資産を集めて世界遺産にするという例もあるわけですから、それに比べると4道県の資産を連携しながら今回は登録をした、このことが成功のもとだったし、私がそばで、あくまでも副次的なお手伝いしかしませんでしたけれども、4道県の方々の本当に仲の良いっていうと変ですけど、うまい協力の仕方でやってこられた成果だと思います。どうかこれからもこの17の資産を中心に世界遺産やっていくときに運営していくときにいろんな
なさまざまなこれからも問題出てくると思いますけれども、そのことを初心を忘れずに四道県の方々が力を合わせて情報を交換しながら、そして裏話じゃありませんけど陰にいるお国、文化庁の方々の協力を得ながら指導を得ながら頑張っていっていただければと思います。観光で成功するっていうだけじゃなくて、本来の目的である人類の文化財をピラミッドやスフィンクスと同じように我々はこの縄文遺跡を守らなければいけないという責任を負わされたわけですから、そのことを皆さんに最後にお願いをして、私のなんていうんですか、これは頑張れメッセージに変えたいと思います。ありがとうございました。菊池様ありがとうございました。それでは続いて鈴木様からもお願いいたします。はい、私の方からはやっぱり縄文のファンで居続けてくださいというようなことです。で、今日いらしている皆さん、あるいは今日ご覧になっている皆さんは、私は実は心配していないんですけども、ここにいらしてない方、あるいはご覧になってない方、どれだけ函館市民の皆さんが縄文今回世界遺産になったことを喜んでいらっしゃるのか、あるいは縄文ファンでいらっしゃるのかっていうようなところもあろうかと思います。で、まずやっぱり第一は遺跡に足を運んでいただければというふうに思います。で、皆さんがぜひ先導士になってですね、お友達であるとか、あるいはボンクレ正月に帰ってきたお子さんたちであるとかを遺跡の方に連れて行っていただければなというふうに思います。2071年には世界遺産登録50周年、2121年には世界遺産登録100周年がおそらく来るというふうに思います。その時に振り返って、あ、2021年に世界遺産登録になってよかったな、あの時登録に頑張ってくれた人、登録されたことで、遺跡はこんなにも素晴らしくなった、あるいは世界遺産になって、南茅部は、あるいは函館はこんなにいい街になった、暮らしやすくなったというふうに振り返られるような50周年、100周年を一緒に迎えられたらと思いますし、私も微力ではありますけれども、そのお手伝いができればなというふうに思っておりますので、一緒に頑張ってまいりましょう。今日は本当にどうもおめでとうございました。鈴木様ありがとうございました。それではお二方どうぞお席の方にお着きくださいませ。力強い応援のメッセージを頂戴いたしました。ぜひ本日お越しの皆様は、今日お越しでない周りの皆様に縄文の魅力を、ね、お伝えいただきたいな、そして遺跡は屋外の非常に密を避けたオープンスペースでございますので、お出かけをいただければなというふうに思います。本日は皆様夜の遅い時間にもかかわらずたくさんご参加いただきましてありがとうございました。これをもちまして本日の講演会すべてのプログラム終了させていただきます。この後でございますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策といたしまして、皆様には退場のご案内をしてまいりますので、今しばらくお席にお付きになりましたままお待ちいただければと思います。ご案内がありますまでお待ちいただければと思います。はじめにですね、講師から、退席。